何年かぶり来たんですけどね。さーて、入れるかね。問題はね、草ぼうぼうで入れないかもしれんだけど、そんなんやろね。おー、入れるな。あ、入れるか、入れるな。全長が190メートルぐらいあるんやけどね。お、草刈ってあるね。行きますな。いやー、もう見えんがね、見にくいね。前方公園を、公園部まで行ってみましょうかね。何かあったかね。全然記憶ないね。あの頃回るだけだったんでね。お、草がってありますね。これは墳丘の上を歩いてんだよ、これ。墳丘の上だろうね。おお、蜘蛛の巣に。いやー、全く降りとらんね。もうこれ蜘蛛の巣。これが公園部ですよ。ここの巣がすごいね。公園部。こっから上がるか。こっから上がってる。うわぁ、蜘蛛の巣だらけや。全然誰も入ってへんねやな、これ。蜘蛛の巣だらけでございます。蜘蛛の巣がカメラにね、くっついて。おぉ、なんかいっぱいおる。虫も。蝶々も川もいっぱいおります。墳丘15メートル以上あるかね。もうすごいよこれ。蜘蛛の巣が。はい、墳丘上がりました。前回上がってないよね。前回一周ぐるっと回っただけや。平らになってました。どうか。石室らしいのはないかね。こうや、これこれ掘ってるからね。トナグでも一番やし、三重県でも一番の大きさやからね。190m、こっちから生えてるかね。草ぼうぼうやな。嫌やね、これ。いや、下ずっと以前歩いてるんだけどね、開口しなかったな、開口。ここから前方公園はどっからや。どっちだ。こっちが前方部か。前方分の方がちょっと横幅が短いね。いやいや、まあここやからまあまあやね。まあまあの広さやね、前方部も。以前来た時はずっとクロスの一周回っただけなんでね。今雰囲気を歩いてます。ああ、誰か歩いてるね。これ足からついてますわ。あ、ここからこう家でな。前はどうしたかな、向こうからこう出たかな。結局こんな感じでございます。こっちが方分です。これ180メートルあるかね。感覚的にはもっとね、もっと短そうやけど、そこや。何でも蛇に見えるからいかんわ。蛇に。
蜂がおんね、蜂が。蜂がいっぱいや。こういう感じやから。そんな感じにしないな。出れないね。興奮のほか出れないからどっか降りましょうか。入れんのはね、ヒノキとね、ヒノキと何だろうこれは。ヒノキか。それから、あれだや。ちょっと上上がってこの辺から降りようか。お、滑る滑る。ああ、滑る滑る。みんな滑っとるかな、この辺。滑っと降りて入りますよ。おお、石もあるぞ、これ、これ。ほら、ここにも。石登ってるかい。吹き石かね。ああ、降りてきました。15メーターぐらいあるかもしれないな、海までな。ああ、ここ回りましたね、前ね。またまた。なんか記憶残ってないんだけど、上上がった記憶がないんだけど、前ね。ちょうどこの辺りがね、公園部の、こう、一番こう、公園がこの辺やるけどね。ね、海溝があるとこそこの辺やな。東、西、南やな。こっちの方やね、南。開口はしてませんね。してませんね。今あの雰囲気を上がって歩いたんだけどね。ちょっとね、草が生えとるんでね。奥まで、興奮の奥までよう行かんですよね。よう行きませんでしたね。ここの跡が残っとるかね、これ、これ。あら、竹や。竹林になってますね。もう奥が見えんくらいの竹やからね。こっちは豊富の方。豊富の方丸くなっとるわね。まだこれ、英語のとこか、これ。英語のとこでございますね。ここからやね、興奮ね。こっちから出るか。あら、ものすごいいっぱい、カメラに。ものすごいだらけですね。あれ、これはどこに出たんだ。全然違うとこに出たんちゃうかね、これね。行かれへんから。あら、まだ向こうの方やな。どこだ。どこですか、これ。これはちょっといけるかな、いけそうじゃないね。
これ行ってみましょうかね、行けるところまで。行けんときはバックや。なんとか行けそうか。はい、一周回ってきました。はい、これが一番大きいゴンでした。ありがとうございました。